令和新選組代表山本太郎と申します。よろしくお願いします。令和新選組と言われてもよくわからない方々多いと思います。簡単に解説を。国会議員700人います。700人いるうちの8人、非常に小さなグループです。今はそこでリーダーを務めております令和新選組山本太郎、今日は名古屋駅前で訴えをさせていただきます。よろしくお願いします。物価上昇に負けない賃上げ、よく聞く言葉ですけど、皆さん物価上昇に負けない賃上げ実現できてる人どれぐらいいます？どれぐらいいますかね。数そんなに多くないはずなんです。 5% 上がったって、大企業でも 5% 上がった中身見てみて、定期昇給そういうのを除いたら 3% ぐらいしか上がってませんよ。つまりは何か、この2020年以降物価は上がり続けているという状況の中で、賃金上がっていないって方々が多い。賃金上がったとしても物価上昇に追いつかない、物価が上がれど賃金上がらず、そういう状況の中で生活苦しい人増えてるんですね。厚生労働省調べ調査によると国民の6割が生活苦しい状態ですって。この状況で個人や民間に何とかしろって言ったって無理なんです。やるべきは国が大胆な経済政策を打つしかありません。賃金が上がる社会を作る、国会の中では呪文のように唱えられます。ありがたみのないお経のように繰り返される。じゃあ賃金上がるためには何が必要なんですかと言われたときに、必要な政策は打たれていません。賃金を上げるために必要な政策は景気を良くするための政策なんです。景気が良くなってないのに賃金上げる、そんなお人よしいます？頑張って上げなきゃ人が逃げちゃう、雇用を失う、そういうところは本当に死にそうになりながら少しだけでも賃金上げてるけど、国として政策打つなら景気を良くするような政策打たないと賃金全体に上がっていかないんですね。一丁目一番地なんだっつったら減税なんですよ。あなたの使えるお金増やす、社会保険料減免する、あなたのお金使える、あなたの使えるお金増やす、悪い物価高が収まるまでの間は給付金を出す、あなたの使えるお金を増やす。私が言ってることは突飛な話じゃない。世界中どの国も社会にお金が回っていないという状態の時にはそういった政策を積極的に打ちます。私たち令和新選組が訴えているのは、この30年日本だけ先進国の中でただ一つ30年の不況、そこにコロナで物価高という状況を大胆な経済政策で大至急底上げしなければ日本はさらに壊れるってことなんです。もう壊れてんですよ皆さん。国民の6人に1人が貧困、それが今の日本。高齢者の5人に1人が貧困、それが今の日本。一人暮らし女性4人に1人が貧困、それが今の日本。一人親世帯2つに1つが貧困、それが今の日本。中小企業見てみて、帝国データバンク9月のお知らせ、中小企業零細企業バタバタ潰れている、その8割は不況型倒産。一方で右肩上がりの人たちがいる、誰ですか？大企業なんです、大資本家なんです。この13年の間に過去毎年過去最高益を叩き出し続けている。そしてキャッシュ、現預金だけで見てもこの13年間で139兆円もの新たなお金を手に入れてる。この日本を一言で言うならば何か、超絶格差社会なんです。誰がこんな国にした？政治なんです。政治によって壊された国が日本なんです。ジャパンアズナンバーワン、そう呼ばれた国です。世界のトップをひた走る、世界経済の2割を掴んでいる国が日本だった。それが2020年には2割持っていたシェアが 4% 台にまで落ち込んだ。1人当たり GDP 2000年世界で2番目だった日本が
それが昨年34位にまで転落した。国の政策が間違えば国民は貧困化する。国の政策が間違えれば国内の産業は衰退する。今や日本はこのままでは本当にどうしようもない状況になっちゃうんです。じゃあどうすればいいか。答えは簡単。世界でただ一つ、先進国の中で一つ、不況が30年続く国ならば当たり前の経済政策を打つべきなんです。それは何か。世界共通。不況って何ですか。社会にお金が回ってないことです。それを放置し続ければさらに不況は深まります。社会にお金が回ってない状態で国が税金を上げれば回っていないお金がより間引かれます。そんな状態になったらさらに国は弱ります。30年日本が何を間違えてきたか簡単にお話しします。大きく分けて2つ。1つ、労働環境を破壊し続けた。労働環境を破壊するってどういうことか。選挙の時に組織票、日常的に企業献金、落選した時には就職先まで斡旋してくれる、そういう人たちに選ばれて国会に出向いていく。自民党の屋台骨は経団連です。統一教会だけじゃないんですね。彼らによって議席を得た者たちは国会の中で誰のために仕事をする。当然大企業や資本家にとって一番プラスになることをし続ける。この30年の間に大企業や資本家たちにとって2つの大きなコストをカットすることにつながった。1つ、労働環境の破壊ですよ。働くあなたがより安く働く道具に変われば彼らはコストカットできる。人件費一番高いですからね。つまりは1990年代から始まった非正規化、派遣、さらに拡大した。非正規労働者って何ですか。給料安い、すぐに首切れる、不安定、そういう労働者が増えていけばどうなりますか。これまで以上にお金が使えない、使わない、そういう状況が世の中に広がる。結果どうなるか。社会にお金がより回らなくなるんです。非正規労働者が増えるとともに減るものがあります。何でしょう。実質賃金です。非正規労働者が増えていったことと実質賃金が下がっていることは一致するんですよ。目の前の金のために国内を草刈り場にして一部の者たちだけが儲けて多くの者たちが貧しくされた。これが政治の失敗。その原因は何か。政治、いや選挙なんですよ。選挙のためには何でもする。選挙でお世話になってバッジをつけてもらった、そういう人たちへの恩返しが30年国会の中で繰り広げられている。もう一つ、大企業や資本家たちへの見返りとして渡されたものは労働者だけじゃない。税金です。税金の取り方を歪めた。税の基本って何ですか。初めから置いてあった。税の基本ってないところから取るな、あるところから取れなんです。当たり前ですよね。この国で一番大きく歪められた税の取り方の筆頭は消費税なんです。1989年 3% でスタートした消費税、そこから97年に 5%、 そしてその後に 8%、 10% と上がっていった。この消費税が上がっていくごとに下がっていく税金があります。何ですか。法人税です。消費税が上がるたびに下げていかれる。消費税とはあなたの社会保障とはほとんど関係ない。あなたが毎年絞り取られている消費税、日常的にコンビニ、本屋、スーパー、ガソリンスタンド、いらんなところで払っている消費税、その中の一部しか社会保障に回ってないんですよ。じゃあ誰のために消費税取ってんのか。今言った通りです。直感比率の是正。俺たちにこれだけの莫大な税金払わす気か。誰のおかげで政治家になれたんだ。俺たちの税金を下げろ、そして代わりの税金を作れ。それが1989年、消費税が始まる以前の議論を皆さんチェックしていただければ直感比率の是正という言葉にぶち当たるはず。その結果どうなったか。ただでさえ国内にお金が回らない状況が生まれた。雇用の破壊によって、それと合わせて物を買うたびに
罰金が取られるという消費税、これがどんどん高くなっていった。いろんな形で社会にお金が回りづらいという状況が生まれた。結果どうなりましたかって、カメラマンいない、製造業海外にどんどん出ていったじゃないですか。つまりは消費がどん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 落ちていくっていう、国内においては商売成り立たないんですよ。需要がない国にそれ以上商売を続ける理由はなくなるから、企業は海外に出ていくんです。話戻りますね。じゃあどのようにお金って社会に回るんでしょうか。令和新選組代表山本太郎と申します。小学生でも分かる話、あなたが使ったお金が誰かの給料に変わるんですよ。誰かの消費は誰かの所得に変わる。一番分かりやすい話、150円あなたが払ってリンゴジュースを買った、そのリンゴジュースを買った150円はどこまで旅をしますか。買ったコンビニの店員の給料の一部になって終わりですか。リンゴジュースの元となるリンゴを作った農家にもお金が回る。その農家から工場に運ばれ、工場でジュースになる、その労働者たちにもお金は分配される。そしてジュースを詰めるための紙パック、別の工場で働いている労働者たちにもお金が落ちる。それぞれを運ぶトラックドライバーにも給料が落ちる。あなたが払った150円、社会に回っていくんです、波及していくんです。あなたの消費は誰かの所得。じゃあこの30年の間消費が落ち込んだこの国どうなった。所得も落ち込みましたよ。30年不況が続く先進国唯一の国日本、30年間実質賃金落ちっぱなし、そんな国あるんですか。日本以外ない。30年、所得の真ん中、所得の中央値が131万円も下がった国あるんですか。先進国においては日本のみ。誰のせい。日本人が怠け者、労働者が働かない、とんでもない。この30年の不況の間に一番頑張ってるのは国民じゃないですか。働き方が壊され、生活が苦しくなり、生きてていいのかと思うような気持ちになって毎日働かれてる方々大勢いらっしゃいますよ。一番頑張ってないの誰だよって、政治なんですよ。この国の経済を壊した一体誰のために。国内を草刈り場とし、自分たちは減税を受け国民を苦しめ、そして働き方も壊した。安く人間雇えるからって、それにはとどまらず海外から安い労働力をもっと入れろ、そういうことを古くから言い続けているのが経団連です。私、経団連に何かしらの恨みがあるわけじゃない。資本家というのは大体儲けたいもんでしょ。あまりにも品のない提言をしすぎているとは私は思いますけど、経団連のせいだとは言いません。票と金で政策を買収されて、魂まで打って国民の首を締めにかかるような政治家は一刻も早く退出しなきゃダメなんですよ。一刻も早く、そのチャンスが選挙なんですね。だからお力を貸していただきたいんです。消費税の話もうちょっとさせてください。令和新選組代表山本太郎と申します。景気が悪い時に増税するのは間抜けです。社会にお金が回っていないのに、そこからさらにお金をまびくような行為が税だからです。景気が悪い時には減税する以外ないんですね。高校生の教科書にも載ってる。世界では景気が悪くなりそう、悪くなった、そんな時にまず最初に取り組むことは何か、消費税的なものを引き下げるんです。コロナ禍においても100以上の国が消費税的なものを減税してる。的なものというのは呼び方が違うから、私たちは消費税、向こうは付加価値税、いろんな呼び方があります。とにかく買い物するたびに取られる罰金は下げるっていう考え方なんです。どうしてでしょう。誰かの消費が誰かの所得になる、それが社会にお金が回っていくっていう循環だから。景気が悪い時にその罰金を下げないことには
さらにお金が回らなくなる、景気が悪くなる、景気が悪くなったらどうなる、事業者売上落とす、売上落としたらどうなる、賃金下げられる、人によっては首切られる、場合によっては倒産する。ある意味で社会が壊れることを経済政策で止めるんですよ。だからどの国も景気が悪くなる前に消費税的なものを引き下げるんです。一方で日本はどうでしょうか。1997年に消費税が 5% になった、 5% になった翌年からアジアの通貨危機なども合わさって、日本はそこから本格的デフレです。そこから今に至るまで日本経済は復活してません。その永久戦犯は私、消費税だと思ってます。じゃあどれぐらいの影響があったか皆さんにお伝えします。リーマンショック覚えてますか。100年に一度、100年に一度の不況と呼ばれたリーマンショック、リーマンショックの時の個人消費、皆さんの消費の落ち込みはどれぐらい。マイナス 4.1 兆円、 4.1 兆円失われた個人消費が元の水準まで戻るのにどれぐらいの期間要した。1年9ヶ月。消費税 5% に上がった時、個人消費はどれだけ落ち込んだ。 7.5 兆円。増税前の景気に戻るまでにどれだけの時間を要した。消費税 5% では3年9ヶ月。消費税 8% に上げた時、どれだけの個人消費が失われた。 10.6 兆円。そして5年経っても景気は回復しない、そこに対して 10% まで上げた。 10% に上げた後どうなった。個人消費は 18.4 兆円失われた。4年経っても景気回復せず、コロナも入ってきて大惨事です。景気が悪い時に消費税を上げる間抜けな国家は日本だけなんです。どうしてやめられない。大企業に対して減税とセットになっているのが消費税だからやめられない。票がもらえなくなる、金がもらえなくなる、落選した時に仕事がもらえなくなる、そんな問題皆さんに関係あります。あなたに直接関係ない話ですよね。国会を職案にするなってことなんですよ。一握りの人間たちが自分たちの利益を多く上げるために多くの国民を犠牲にするような社会は持続可能ではない。将来見てみて自分の未来に何を感じてますかって聞かれて不安を感じますって人たち大勢います。残念ながら今のままではそうなる。だから変えなきゃダメなんですよ。だから政治を変えなきゃダメなんです。取り戻さなきゃダメなんです。取り戻す、取り戻す、経済音痴から日本を取り戻す、そのための戦いなんですよ。力貸してください。令和新選組と申します。ちなみに消費税をやめたら一体何が起こるか。毎年皆さんに使えるお金が20万円から30万円増えることになります。これは消費がもっと多いという方に関してはその額はもっと増えます。毎年20万円から30万円自由になれるお金があったとしたらあなた何しますか。旅行に行く、全部貯金する、全て貯金するっつったって一部は使いますよね。今だって十分にはお金使えてない人たちがほとんどなんだから、一部でも使ってもらえればあなたが使ったお金は誰かの所得に変わっていく、全国津々浦々でその循環を大きくしていく。失われた30年の需要を取り戻すためには失われた30年の所得を皆さんに取り戻さなきゃダメなんですよ。これをやらせていただきたい。その先頭に立つのが令和新選組です。よろしくお願いいたします。先日テレビ討論っていうのに出たんですよね。党首がいっぱい集まってるやつ、各党の党首です。私も党首なんで出させてもらいました。その時にね、世界ではさっさと減税するもんですよ、どうして減税しないんですかって話を石破さん自民党総裁で立憲の野田さん、この二人にしたんです。なんて話をしたか。立憲と自民党は減税したがらないんですよねって、
その理由を聞くと時間がかかる、時間がかかるって言うんですって。一方で世界を見てみれば、イギリスでは7日、マレーシアでは16日、ドイツでは28日で減税までやってる。どうしてやらないのって話をしたら、システムが違うんだ、そう言うんです。詳しく聞いてみると、税制の改正に時間がかかるって言うんです。つまり税に関するルールを変えるのに時間がかかるって言うんです。ちょっと待ってください。税に関するルール、これを変えてでも減税した国々ありますよ。ドイツは14日間で税制改正を行い、28日後には減税がスタートしている。フランスは78日で税制改正を行っている。時間がかかるじゃなくて、ただやりたくないだけだろ。大企業に対して大減税はセット、票と金とつながってるから、それはやりたくないっていうだけの話じゃないか。こんな寝ぼけた政治家たちはさっさと退場させなきゃダメなんですよ。力貸してもらえないですか。先ほど言いました、皆さんにとって消費税の廃止というものは事実上社会保障には大きな影響を与えません。そんなものの穴埋めは他でもできます。逆に言えば、今の皆さんに対して大きな物価高対策にもなり、それだけじゃなくてこの国の需要を取り戻して先々の賃金も上がっていくっていう好循環を生み出す、ある意味で今やるべき政策なんですね。で、これは消費者皆さんに対してだけ優しいのかって言ったら、そうじゃないんです。中小企業にとってものすごく助かる話なんですよ。中小零細、大手から消費税分お前らが持てとか、増税分はお前らがなけとか、いろんな不公平な契約結ばされてますよ。法人税は赤字では払わなくてもいいけど、消費税は赤字でも払わなきゃダメなんです。むちゃくちゃ厳しい。ごめんなさい、税金が払えません。税の滞納ってやつですね。税の滞納の5割以上消費税の滞納なんです。貯めてんの誰？中小零細ですよ。消費税を払うためにわざわざ借り入れをしてくる。消費税が払えないからもう首くくるしかない、そんな経営者いっぱいいますよ。今消費税をやめることによって大きく息を吹き返すのは誰か？中小零細なんです。日本国においての労働者、その7割支えてくれてるの中小零細ですよ。大企業優遇30年以上続けて、彼らは過去最高益毎年叩き出してる。そしてこの13年においても139兆円以上のキャッシュを手に入れてる。次は中小企業と皆さんの番じゃないですか。雇用の7割を支える中小企業、ここにしっかりと血液を循環させなければなりません。どうかその先頭に立たせていただきたい。令和新選組と申します。ありがとうございます。私たちの政策は消費税だけではありません。他にもございます。中長期で見た場合に徹底的にやらなきゃいけないことがあります。それは何でしょう？供給能力の拡大なんです。日本という国はものづくり大国、ジャパンアズナンバーワンと呼ばれた国けれども、30年の不況の中でこの供給能力っていうものが大きく毀損されてる。だからこそこれをもう一度立て直すために大きなプロジェクトを組まなきゃいけない。私が参考にするのはアメリカのやり方です。2020年、アメリカもコロナで苦しんでた。その時に大胆な政策を打ったお話をさせてください。1年間に80兆円規模アメリカ国内で作られた、アメリカ人の手によって作られたさまざまな製品をアメリカ政府が買い上げていく、政府調達と呼びます。政府に必要なもの、さまざまなものを買い上げていく。日本の政府調達は10兆円規模、そのうちの多くが医薬品だったりさまざま輸入品が多いんです。アメリカは80兆円規模で大々的に国内の生産品を買いまくっていった。ヘリコプターのブレードからオフィス家具まで。結果どうなりましたか？製造業よみがえりました。それだけじゃない、賃金が高い、
良質な雇用が生まれた。それに加えて今から5年から10年の間に240兆レベルでインフラ投資をする。アメリカのこの覚悟分かりますかね。国内でしっかりお金を回していきながら安定した雇用を作って、そして供給能力の拡大をしていくということの決意なんですよ。日本こそやらなきゃダメでしょう。30年の不況なんですよ。バイジャパニーズ計画、私たちの政策です。日本国内で作られたさまざまな製品、工業製品もそう、それだけじゃなくて農作物に至るまで。日本の農業弱いですよね。米足りなかったですよね。米が見つかっても値段上がって手が出ない、そんな状態ですよ。主食でさえも。日本を滅ぼそうと思ったらミサイルなんていらない。食べ物を止めるだけでいいんだから。日本国内の必要な、人々が生きる上で必要な製品は、まずはしっかりとその産業が軌道に乗るまでの間、国が支えていく、勝って支える。日本国内で日本国に生きる人々の手で作られたものを政府調達でさまざま買っていく、幅広く買っていく、メイドインジャパンを政府が買いまくれという政策を私たちは持っています。どうかやらせてもらえないですか。先頭に立たせてほしいんですよ。30年の没落国家のままで終わりたくない。もう一度ですよ。当たり前です。日本は世界の頂点に立っていた。先ほど言いました、世界経済の2割を握り、ジャパンアズナンバーワンと呼ばれていた。これは軍事を強化するよりも経済を強化する方が、私は世界に対しての発言権、影響力は増すと思ってます。だって昔の日本がそうだったから。その方が日本人の性に合ってるでしょ。国内貧困が拡大して生きる気力もないという人たちを大量に作り出した上で、武器だけピカピカって、そんな国は強いとは言わない。誰もが自信を持って生きれて、イノベーションが生み出されて、希望を持って生きられる、その基礎を作るためには経済を安定させなきゃダメです。だからこそ人間の尊厳を守れる社会を作るためにも、私たち令和新選組の一丁目一番地は経済なんです。やらせてほしい、先頭に立たせてほしい、そう思っています。何言ってんだ山本、お前ら数が少ないのにやれるはずないだろう。そう思われた方のためにちょっとだけお話しさせてください。2019年に山本太郎一人で旗揚げしたのが令和新選組です。その時に私と仲間で作った政策、それをチラシにして国会に持ち込み、自民党からその他の政党にも見てもらったんですよ。どうですかね。彼らが言った言葉、消費税廃止、バカなんじゃないの。30年自動的に国民が払うようになったような税金に対して減税するとか廃止するとか、そんなもの必要ないだろう、国民から人気なんか出るはずない。そこが私とか彼らの違うとこなんだなって思いました。理由は何か。人気取りの政策だったら消費税廃止なんてそもそも掲げません。消費税廃止なんて無理だろってみんな刷り込まれてるから、洗脳されてるから。人気取りだったらもっと違う政策を訴えますよ。この国をもう一度取り戻すためには消費税廃止は絶対に必要な政策なんです。だから入れたんです。でね、当時は笑った彼らが、今この選挙において自民党と公明党と立憲民主党以外は全党消費税減税に触れてますよ。2019年には消費税の減税の下の字もなかったのに、もう今やそれがスタンダードになりつつある。たとえ小さな政党であったとしても風穴は開けられる。でも風穴のままで終わりたくないんです。私たちの数を増やしてほしい。風穴を、大穴にあなたの力が必要です。令和新選組に託してもらえないですか。広げてもらえないですか。お力貸してください。令和新選組代表山本太郎、比例で令和って書いてほしいんです。ピンク色の投票用紙です。2回ほど投票していただきます。あなたの地元小選挙区、選挙区、そこで一人の政治家を選ぶ。続いて比例はピンク色の投票用紙です。ピンク色の投票用紙、比例にはひらがなで3文字、令和とお書きください。よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと待って、令和新選組代表山本太郎がマイクを握っております。でここからなん、お兄さん、お兄さん、お兄さん、質問はさせるからうちのスタッフに絡まないでください。違う、説明がないから言ってるだけ。説明してあげてよ。今バーンと押されたんで。いいですよ、お兄さんずっとここで手挙げてるの分かんねんけど、あのごめんね、混乱したら困るから。ここからな、ありがとうございます。ここからなんですけど、皆さんにも質問してもらおうかなと思うんです。あのね、選挙の時に Q&A やる、普段の時でも Q&A やる政治家ほとんどいないんです。どうしてか、怖いから。物知らないってことがバレるの怖いんですよね。誇りだけは高い人たちですから、居眠りばっかりしてるくせにね。でね、答えられないこともあります。勉強不足で答えられない場合にはその課題持ち帰らせてください。深めることをお約束します。先々私の政策につながっていくこともあるかもしれません。なので、政治に関わることでも関わらないことでも結構です。あなたの頭に浮かんだことをやり取りさせていただきたいんですね。で、選挙のルールで8時ちょうどになったらもうマイク使えないんです。なのでインフォメーション最後に締めの部分に10分ほど残したいので、おそらくあと15分程度を皆さんとやり取りをさせていただきたいと思います。で、15分の限られた時間の中で多くの方にマイクを握っていただくためには質問時間を10秒で制限させていただきたいんです。10秒で質問なんてできるわけないって言われる方、そんなことないです。挨拶抜きでそのままポイントに行ってください。例えば憲法改正についてどう考えてんの？4秒。消費税やめるって言ってる、財源どうするんですか？6秒。こんな感じです。そのような形で基本一問一答。ただし、この質問に対してはちゃんと答えなきゃいけない、ちゃんと説明が必要だと私が判断した場合には、私の方の説明も少し長くなってしまうことをお許しください。さあ、というわけで10秒。10秒で質問していただける方、どれくらいいらっしゃいます？あれ、さっきのお兄さんどこ行ったん？帰った。なんやねんもう。はい、ありがとうございます。10秒でご質問いただける方、通りすがりのあなたでいいんですよ。すいません、今こっち側にずれたあなたいますね。わかります？目合ってますよね。一番前まで来てもらえます？すいません、あなたです。僕言ってるあなた、ごめん、その時間がもったいないから前来て。で、他いかがでしょう？じゃあそちらのマスクつけてる女性行きましょうか。はい、あなたです。前の方にこのチカチカの棒を目印に来てください。さあ、他いかがでしょうか？山本太郎に直接ご質問いただける方、10秒となってしまうことをお許しください。ポイントにそのまま行っていただければと。じゃあそちら、メガネをかけた会社帰りの方ですかね、そのまま手を挙げて前の方に来てください。ありがとうございます。チカチカ棒を目指してください。さあ、他いかがでしょうか？じゃあそちら、背もたれされてる、マスクかぶった少し寝癖のついたあなた、あなたです。僕言うた、あなた、あなた、前来て。さあ、今で何名ですか？私が今声かけた人まで含めて4名。ありがとう。さあ、他いかがでしょうか？どうでしょう？さあ、いかがでしょうか？じゃあ両手で手振ってるあなた行きましょうか。前来てください。さあ、いかがでしょう？じゃあそちらの今飛び跳ねてる女性、メガネの方、あなたですよ。はい、こっち来てください。前出てきてください。ありがとうございます。今で何名でしょうか？そちらの学生さん行きましょうか。ありがとうございます。一番最後です、学生さんが。今で何名になりました？7名。すいませんね、時間的に一旦これで、すいません、一度手を下ろしていただいて、もし時間が余った場合には、追加で、呼びかけたいと思います。じゃあ令和新選組代表山本太郎にご質問いただきます。よろしくお願いいたします。今の財務省に対してどう戦っていく予定でいますか？以上です。もう短く的確な質問ありがとうございます。お金を出した、お金はうなるほどあるんです、この国には。でも金を出さない理由は何だって、財務省なんですよ。財務省が金を出しすぎたらダメだっていうふうに考えてるんですね。これある意味で、これもう伝統的な考え方です。でも景気が悪い時にはお金出さなきゃダメなんですよ。じゃないと景気が悪くなっちゃうから。でも30年不景気でもこの状態にしたまんまですから、かなりイカれた組織だなって私思ってます。その財務省をどう動かしていくんですかってことですね。ありがとうございます。内閣人事局ってご存知ですか、皆さん？これは安倍政権時代にそのトップに菅さん官房長官がついて、これは省庁の人事権を握ったんです。で、彼らはある意味で悪い方向に使っちゃったから、例えば、なんだ、
公文書の改ざんだったり、いろんなことを忖度してやるようになっちゃったんです。人事権を握られてるから。悪いことに使うつもりはありません。この国の緊縮、金を出さないということで、もうこれは決まっちゃってる、財務省の中でって。そこを崩してお金出してもらうって、もうほぼ無理な話ですよ。だとしたら人事権を握って、私たちの政権、私たちがやりたい積極財政、そういう方向にしっかりと力を貸してくれる人たちで固めていく、それが一番のやり方だろうというふうに思ってます。ありがとうございます。令和新選組代表、山本太郎と申します。内閣人事局に対しては野党側は潰せ潰せ、そんなものダメだって言ってるんですけど、だって使いようでしょ、そんなもの。悪いものに使わなきゃいいんだ。まずは30年の不況を終わらして、人々に人間の尊厳を守れるような社会にするためには必要なんですよ、それが。ありがとうございます。次の方どうぞ。息子が小学校の先生してまして、今2年目なんですけれども、ボランティアが結構多いらしくて、あと学校に朝6時7時から行ってるらしいんですけど、給料もそんな変わりません。給料上げてほしいです。ありがとうございます。今の時代の過酷な労働の一つに挙げられるのが教職員なんですよね。大変なお仕事であると。保護者対応だけじゃない、子どもたちも見なきゃいけない、一クラスあたりの人数も多いで、学校によってはクラブ活動みたいなものがあったり、ボランティア活動があったりってことですね。で、これ解決しなきゃダメなんです。教育に金をかけない土下地国家、ナンバーワンナンバーツー行ったり来たりしてるのが日本なんです。世界の中で OECD 諸国の中で教育に金を出さない土下地国家なんです。教育に対して金を出さないっていう国は私将来ないと思ってます。まず考えた時に、学校の先生になりたいっていう人たちが圧倒的に減ってってる。だって残業代さえないんだから、そんな概念すらないんだから。やっぱりしっかりとした処遇、そして残業があった時にはその分の給与はしっかりと払われるっていうような状態をしっかりと担保する。そして1クラスあたりの子どもの人数をもっと絞る。そして副担任であったりとか補助するっていう人間をちゃんと入れる。そういう形を取っていかないと、しわ寄せどこに行きますか？子どもに行くんですよ。子どもたちがちゃんとコントロールできるように厳しいルール、ブラック校則的なものも跋扈するってことになるんですね。先生ももともとと考えてた教職員の仕事と違うよなっていう気持ちと、子どもたちも苦しんでるって、一体誰が幸せになるんだそんなことって。学校の先生の存在で生徒は変わります。私がそうだったから。そういう出会いがあった時に人生変わるんですよ、本当に。あ、そんな風にもの見てくれるんですね。ダメだダメだって、そう言われ続けてたのに、そうじゃないって言ってくれる先生がいるだけで、どれだけ救われてその先の人生変わっていくか。そういう出会いがある場所が学校だと思ってる。なのでまずやらなきゃいけないことは、教育関連費用に関してさらにこれは増大させていく、教員の数を増やしていく、そして給与をしっかりと払っていくってことが重要だと思ってます。そして何よりも高等教育受けるのに借金背負っていかなきゃいけない世界、こんなのおかしいと思ってます。国がやってるサラ金、奨学金、こういうものはやめなきゃいけない。教育無償化が必要です。あと5兆円出せば、これは大学院までこれは卒業してもらえるんですね、行きたい人は。私そういう社会にしていくべきだと思ってます。成熟した大人、そういう人たちがたくさんいる、深い学問を収めた方々がたくさんいるような社会にしていくべきだと、そう思ってます。すいません、以上です。令和新選組代表、山本太郎と申します。皆さんからご質問いただいてます。次の方どうぞ。いつも応援してます。社会保険料が30年前と比べて非常に上がっていると思います。高齢化のスピードに比べても、上がり方はおかしいなと思うんですけど、その点についてどう思います？ありがとうございます。第二の税ですね。ここに関してもしっかりと累進みたいなものを考えていかなきゃいけないなというふうに思ってます。はい。で、何よりもですね、例えばですけど、社会保険料第二の税って言われているものだけれども、やっぱりなんだろうな、皆さんの手元にお金を置いておく、そして使ってもらうってことが、この30年失われたものを取り戻すための道ですから、社会保険料に関してもしっかりと減免していく、これは絶対的に必要です。ありがとうございます。令和新選組と申します。皆さんからご質問いただいております。アジア版 NATO と言ってますけれども、日本は戦争に巻き込まれませんか？はい、巻き込まれます。アジア版 NATO って何なのかって言ったら、
アメリカとイギリスの同盟を参考にするみたいな話されてますね。これって CSIS が随分前に提案してたものなんです。 CSIS っていうのは何かって言ったら、ジャパンハンドラーと言われるような人たちが、いるような、シンクタンクです。で、これまでそのアメリカとイギリスの同盟関係のことを見ていくと、間違った戦争いっぱいやってんですよ。例えばイラク戦争どうでした？大量破壊兵器ないのに、大量破壊兵器があるという確証もなく攻撃を始め、そしてイラクを焼き尽くしたわけですよね。そこから生まれたのが IS っていう名ですって。そんな連鎖をいつまで続けるんですか？火種があればあるほど商売が続くっていう考え方はアメリカのやり方です。武器を売ってるからそうなるんです。ウクライナ戦争が3年経っても終わらない理由は、ロシアにも理由があるけれども、アメリカにも理由があるんです。オフショアバランシングっていう政策考え方、つまりは何か、自国民は死なせない、遠く離れた対岸から武器だけ送っていく、それによって国内は軍事景気なんです。今私が言ったことをただの想像だろうと思われた方、ブリンケン国務長官の記者会見、去年のものを見てみてください。去年末ぐらいにあったもの、チェックしていただいたら出てきます。アメリカの国務長官自体がこの戦争は私たちにとってもウィンウィンだってことをはっきりと発言してます。オフショアバランシング。ウクライナで儲けたら次はアジアに拠点を移していくという戦略だと。当然のことですね。軍事産業が基幹の国であるならば、戦争は続けなければ国が持たないですから。そう考えたとしたら、 NATO のようなある意味で軍事同盟的なやり方はもう古いんです。じゃあどういう形を取っていくかって言ったら、仮想敵国とされるような国でさえも一緒に巻き込んだ上での安全保障会議みたいなものを持っていく、そういうことをやっていかなきゃダメなんですよ。対立したって何もおいしいことないですよ。たった2ヶ月、中国との間に戦争ではなくて緊張が生まれただけで、 1.4 兆円の部材、たった2ヶ月緊張があって 1.4 兆円分の部品が国内に入ってこないだけで、53兆円もの生産額の消失なんです。失われるんです。戦争になってないです。緊張生まれるだけで。これはスーパーコンピューター富岳が弾き出した数字です。やっちゃダメなんです。緊張高めずダメなんです。やらなきゃいけないことは何か、外交なんです。日本は外交をやってない。北朝鮮から数百発のミサイル、ロケット打ち上げされる、それに対して直接話したことない、中国経由で文句言ってもらってるだけですから。この一つを取ったとしても、日本の外交がいかに薄っぺらいもので、外交と呼ばれているものが持参金付きの海外旅行程度のものなのかってことがよくわかると思います。やるべきは外交です。ありがとうございます。すいません、バカな質問します。私の選挙区では令和の候補者がいません。どなたに入れるべきでか、山本さんはどなたに入れますか？すいませんね、令和新選組小さいグループで、今度の選挙で候補者が40名立てられてないんです。でもこれでも随分背伸びしたんですよ。簡単に計算したら 40×600万かかるってこと、入場料だけで2億円超えるんですよ。国からお金はもらってる部分はあります、政党助成金。でもこれはほとんどランニングコストで多くが失われるんです。年4回分割で払われるから、ギリギリでなんとかお金回していけるようになってるんです。少数政党が拡大できないようなうまい仕組みなんですね。で、話戻ると、今マイクを握られた方の選挙区には令和新選組の、候補者が立っていない。どうすればいいですか？自分で考えてください。私だったら誰に入れるか、難しいな。あのね、残念ながら野党も、あのね、本当にどうして令和新選組を立ち上げることになったかって言ったら、6年間参議院、2013年から6年間参議院にいて分かったんですよ。野党も与党も茶番だなって、喧嘩してるふりだなって。例えば大量に移民、事実上の移民法案と呼ばれるようなもの、低賃金で働かせる外国人労働者を大量に入れる、この議論の時でさえも野党は議論の場では頑張るけど、結局最終的にはさっさと採決に応じちゃうんですよ。でも考えてみてほしい、
低賃金労働者が海外から大量に入ってきた場合には日本国内で置き換えが始まるんですよ。そうなったとしたら、もともとこの国で生きている人たち、働く人々は大変なことになる。そんなことわかるでしょ。賃金の上昇、下降圧力が強まる。混乱しか生み出されない。苦しむのは海外から来た人と国内の労働者。それを求めた経団連と、それを推し進めた自民党と、そしてそれをさっさと採決に応じているような野党、これグルじゃねえかよって、いろんな局面でいろんな法律でそう思ったんです。で、最終的に最後まで一人でも牛歩やるってバカみたいだけど、一人で牛歩やるって本当バカみたいだけど、でも自民党に対してこれはけしからんという話と、野党に対してどうして最後の最後までやらないんだよっていうメッセージなんです。だから野党側は私に対してものすごく誹謗中傷するんですよ。会場の中でもものすごくやじ飛ばすんですよ。嫌なんです、バラされるのが。国会の中を可視化したい。緊張感のない国会に緊張感を生み出すためには、言うこと聞かない人間たちを国会の中に送り込む必要があるんです。空気は読めるが空気は読まない、その数を増やしてほしい。それが令和新選組です。どこに入れるかはそれぞれ考えましょう。よく、ありがとうございます。さあ、次の方どうぞ。消費税廃止または減税が成立もしする場合、それはいつまで続けるのか、どういう条件になったらそれは変えるんでしょうか。ありがとうございます。税には役割があるんですよ。それ何かって言ったら、増えすぎたものを減らすんです。で、加熱しすぎたものを減らすっていう効果があるんです。それが税。タバコ税増やしたらどうなる。喫煙者減る。例えば環境税、 CO2 出しすぎてるところに課税します。これ減ります。増えすぎたものを減らす、加熱しすぎたものを冷ます。消費税は加熱しすぎた消費を冷ます効果があります。でもちょっと待ってほしい。この30年の間で日本の消費が加熱したのいつですか。加熱、逆でしょ。衰退していってんですよ。失われていってんですよ。だから不況なんですよ。上げちゃいけない時に上げるっていう大間抜けをやらかしたから、みんなが迷惑被ってんです。で、消費税的なものをもしも復活させる恐れがあるとするならば、もうみんなもうこれお金が溢れてしょうがないみたいな状況になったとしたら、いや、でも消費税はダメだな。ダメです。逆に言えば法人税の累進税化、むちゃくちゃ儲かってるところは自動的にこれは世の中に溢れるお金を間引かれていくという形にしていくべきだと。消費税はこの30年でこの国において、中小企業においても消費者においても、これは大きな打撃にしかなってない。消費税を復活させるのではなく、これは別の形、法人税の累進税化だったりとか、さまざまなそういう形でもうすでにビルトインしておく、ビルトインスタビライザー、景気の安定装置として機能させるという形で私はやっていきたいと、そう考えてます。すいません、ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎、皆さんからのご質問にお答えしてます。選挙権もなくてよくわからないのですが、5年前から減税減税って言ってて、具体的にいつになったらそれが実施されるのかっていうのを聞きたいのと、あと未成年の私も選挙に参加したいので、ぜひ選挙権を引き下げるのを検討してもらいたいです。ありがとうございます。選挙権引き下げ大賛成です。だってね、この社会の中で一番長く生きていかなきゃいけないのは若い人たちじゃないですか。彼らがその政治に対して何かしら参画できないものが言えない、そしてそれを何かしら表現できない、表せられないっておかしいですよ。それを考えたとしたら、私はもっとグッと引き下げてもいいと思ってます。今おいくつですか。今17でギリギリ選挙権。17歳、なるほど。15歳でもいいと思います、私は。はい、引き下げていくべきだ、そう思うんですね。で、一度ですね、20歳から18歳みたいなことに引き下げられるときに、国会の中で議論があったときにも私参議院にいたんです。その時にはおっさんたちが、こんなもんお前20歳や18で物事なんて分かれへんのに引き下げたらむちゃくちゃなるわみたいなこと言ってたんですけど、いやいやいや、それ以上の大人がすでにむちゃくちゃにしてきた世の中なんですけど、何かご不満でもっていうふうに思ったんですよね、私は。なので、やはり若い人たちにもそういうふうに選挙というものに対してしっかりと意見を言えるように、していきたいと、そう思っています。で、もう一ついただいたのが、減税減税言うとるけどいつ減税すんねんって話ですね。ありがとうございます。もう明日にでもしたいわ、そう思ってます。
ただし私たち一人、私たち令和新選組単体で消費税廃止にするのは難しいです。今8人、そして今回の選挙は40人近くで立ってる。全員当選したとしてもこれ中規模政党の、そこそこ大きい政党になるぐらいなんです。じゃあどうすればいいですかってことなんですけれども、消費税に関しては減税を訴えている政党は他にもあるわけです。逆に言えば一気に廃止まで行くのがなかなか難しくても、減税というところまでは勝ち取れる可能性っていうのは非常に高いと思います。で、何よりもこの選挙で令和新選組に対して皆さんが意思を表明してくださって、令和の議席が大幅に増えれば、これは政治の中に対するメッセージになるんです。最初は2議席しかなかった、でもその中で消費税の廃止が必要だってことを言い続けていったら、先ほどお話しした通り今や自民公明そして立憲以外はみんな軒並み消費税減税言うてますよ。中途半端ですけどね、次元的にとかね、消費税 8% とか、もうなんやねんそれ刻んできてんの、一気にいけいう話なんです本当はね。でも話を戻すと、減税までの道のりはそう遠くないだろうと、そう思ってます。でね、私たち令和新選組は自分たちだけの力でこのまま大きくなっていく、いきなり政権を取るっていうことが難しいので、まず次のステップとして中規模政党を目指してます。中規模政党になると何が起こるかっていうと、今は与党からも野党からも潰そうと思われてるんです。余計なことしか言わないから、黙っとけよお前それ永田町の習わしだろうみたいなことでも、いやそんなのは許せないという話をしていくわけですよ。一刻も潰したいと思われているやつらが数を増やした場合には、逆に取り込んでいかなきゃいけない存在になるってこと。何かしら物事を進めるときに令和も入れていかなきゃダメだなっていう話になっちゃうんですよ。それがチャンスなんです。そこでバーターが始まるってこと。つまりは何か、野党の中で一番弱いのが経済政策です。どの党の政策を用いても日本の失われた30年は取り戻せない、ジャパンズナンバーワンは取り戻せない。それを考えたときに、私たちの経済政策の多くを次の野党の塊の政策にしていくっていう方向をやっぱり調整していく必要があるんだろうと思ってます。そしてもう一つ、国会の中で徹底的に戦うってこと。諦めんじゃないよって、体張ってでも悪い法律に関しては止めなきゃダメ。中途半端な野党のままだから誰に託したらいいかわからないじゃないですか皆さん。こいつら、この野党のやつら、こんな悪い法律通すってことになったら体張ってでもやろうとすんだな、徹底的にやろうとすんだな、俺たちを守ってくれようとしてんだなってことが分からなきゃダメなんですよ。つまりは必要なことは何か、徹底した経済政策と徹底した国会での対決なんですよ。対決が必要。対決より解決言うてる人いますけど、そんなぬるいこと言ってるから30年不況やねん。私はそう思ってます。徹底的にやるということの幅を広げるためには、この選挙で数を増やすしかないな、そう思ってます。そうすれば、あなたの選挙権の話もそうだし、そして減税への道もこれは早まるだろうと、そう考えてます。そのめどをいつまでにということなんですけれど、私はこの4年以内にやりたいなと思ってるんです。自分の任期が4年だから、それまでに強い野党を作り、本物の政権交代をもたらす、それが必要だと思ってます。どうかお力貸してください。ありがとうございます。令和新選組と申します。ありがとうございます。比例、ピンク色の投票用紙、比例にはひらがな3文字で令和、令和とお書きください。そして一人でも多くの方々が令和と書いていただけるように周りの方にお話しいただけないですか。ぜひお願いします。私たち非常に小さな政党で、横に広げるという一人一人のですね、活動が結果につながってきました。バックに統一教会なし、バックに大企業なし、一人一人社会が不安だな、変わればいいな、そう思ってくれてる人たちがですね、横につながって8議席まで行きました。でも8では足りません。こっからさらに増やして、国会の中で与野党に対してプレッシャーをかけられるようにお力を貸してください。比例は令和、比例は令和でどうぞよろしくお願いいたします。ごめんなさいね、残り4分になっちゃったので、皆さんにですね、もしもお帰りの際に少しだけお時間があるって方いらっしゃったら、山本太郎とツーショット写真を撮って帰っていただけないですか。そんな写真撮って誰が得すんねんみたいなシンプルなこと考えておいてください。ごめんなさい、もう今日という日の思い出ぐらいに考えてください。はい、
誰のとこにもならないので、今日という日の思い出にぜひ撮って帰っていただきたい。この後山本太郎とツーショット写真、8時を回りましたら撮り始めたいと思います。でそこでなんですけれども、もし皆さんの中で撮った写真をネット上に上げられるよって方いらっしゃいましたら、ぜひ上げていただきたいんです。ネット上に上げた時に何かしらコメントをつけていただきたい。でこのコメントに関しては、令和新選組や山本太郎に対して優しくなくてもいいです。逆に言ったらディスっていただいても問題ないです。自由に使ってください。狙いは何か、日本の社会の中で家族や友達の間で政治の話するってハードル高いですよね。結構あいつまた政治の話してるわ、空気読まれへんなみたいな扱いにされちゃう。でもこれっておかしいんです。どうしてか、この国のオーナーは皆さんなんですよ。総理大臣じゃないんです。総理大臣は雇われ店長、前の店長クビになりましたね、新しい店長になったけど、あの店長もいつまで持つか分かりません。そんな具合です。この国の真の権力者、最高権力者は皆さんなんです。あなたの力なしには社会は変えられないんですね。一人でも多くの方々が政治に対して物言っていいんだって思えるように、あなたが投稿したものを、それをシェアしてくれる友達、あれこの人こんなこと言ってる、あいいんだ言っても、という空気を調整していく、広げていくっていうのは、世の中を変えるためにものすごく大きな力を持つと思っています。どうか山本太郎とのツーショットをあなたの好きなように使っていただいて、そのような表現をしていただければ、ありがたいなと思います。ぜひお使いください。で、この後、写真を撮る場所をお伝えしますけど、少し列になってしまう、そういう、形になると思うんですけど、時間がないんだよって方、もう勝手に撮ってください、ね、あの山本太郎ほぼ肖像権ないので、あなたも自由なように使っていただいて結構です。よろしくお願いいたします。さあ写真を撮る前にインフォメーションでございます。令和新選組、非常に小さな政党ですが、大政党と互角に戦わなければなりません。もし皆さんの中で令和頑張れと思ってくださる優しい方がいらっしゃる中で、ワンコインやったら手助けできるよ、寄付できるよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひお願いいたします。お金が全てではございませんけれども、ぜひそういうご寄付いただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。私の立っている左側、皆さんから見たら逆方向右側になるかもしれません。テントが立っております。あちらの方で受付をしております。で、お金が全てではございません。私たちはですね、例えばですけど、日常的に先ほど言いましたピンクの投票用紙、比例にはひらがな3文字令和ということをですね、近しい方だったりとか、そういう方に伝えていただいて書いていただくという活動もむちゃくちゃでかいです。ぜひ力貸してください。お願いします。で、今ですね、ネット中継をご覧の方いらっしゃるので、インフォメーションさせてください。ボランティアセンター開設しております。新宿です。東京の新宿 TKP 新宿西口カンファレンスセンターってところにボランティアセンターを構えております。ぜひですね、ネットで令和新選組のホームページをご覧いただければと思います。残り20、ごめんなさい、40秒になりました。締めてまいりたいと思います。あ、そしてもしあなたのお家に壁があるって方ですね、夫婦間の冷たい壁とかそういう話してません、外壁です。そういう方いらっしゃったら、このポスター持って帰って選挙期間中貼れないですかね。これ選挙期間中に貼れる、比例は令和と書かれたポスターです。他の政党のポスター貼ってしまってるっていうお家でも問題ありません。私たち気にしないので、その横に貼ってください。よろしくお願いします。さあというわけで、令和新選組山本太郎、マイクを握らせていただきましたけれども、さっさとこんな嫌な空気払拭したい。国変えるしかない、政治変えるしかない。あなたがいなきゃ変えられないんですよ。一緒にやらせてもらえないですか。あなたがいなきゃ始まらない令和新選組、比例は令和でよろしくお願いします。